茨城県道7号石岡畜生線は、茨城県石岡市から畜生市に至る県道である。石岡市と畜生市を最短ルートで東西に結ぶ、全長約 35km の主要地方道で、途中の筑波連峰にある上祖峠越えを含む、県南地域の国道6号、国道355号から県西地域に至る主要交通路であるため終日、交通量が多い。 国道6号と交差する石岡市東大橋から、常磐線、常磐自動車道を立橋で渡り、柏原工業団地を抜け、石岡市村上に至る区間は、通称、村上六軒線と呼ばれ、正式な都市計画道路名は、石岡都市計画道路3.41号村上六軒線という、1954年1月に建設省で使用、 地方道を指定する告示が出されたのを受け、1954年9月1日、茨城県では、道路法第7条の規定に基づき主要地方道を一時、認定した23路線のうちの一つで、起点を下立し、終点を石岡市、重要な経過地を、真壁郡真壁町、新張郡柿岡町とする路線が、県道下立石岡線であった。 1995年に整理番号7となり、2005年では、現在の路線名である県道石岡畜生線に改称された。2007年、路線認定当初からの石岡市内の旧道ルートが、市道に広格となっている。2014年、国道50号下立バイパスが全線開通したことにより、原道が国道指定解除されたのを受け、原道の一部である横塚桜町、 西谷外の区間が新たに県道指定された。道路法の規定に基づき、石岡市、浅平井畜生市平間及び畜生市横塚同市西谷外間は緊急輸送道路として機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。上曽峠のトンネルを含むバイパスの整備は、 茨城県の事業として2001年7月5日に、非公式が行われ、真壁側が 1km、石岡側が 1.7km の取付道路と、トンネル本体が 3.5km となる予定で、完成すれば、県道としては、日本一長いトンネルとなる見込みとされていた。計画では、石岡側の取付道路に、料金所の設置する予定とされていた。また、 マカベの取付道路の建設は、茨城県筑生土木事務所が受け持ち、トンネル本体は、茨城県道路公社、石岡側の取付道路は、土浦土木事務所が受け持ち、県の資産では建設当初の総工費は120億円としており、有料化想定では1日3600台で30年間かけて、償還する見込みとしていた。その一方では、漏水や水がれ。 動植物への影響などが懸念され、トンネル建設は環境破壊につながるとする批判的な声も一部で上がっていた。工事着手後は事実上の事業が暗礁に乗り上がる中、非公式から17年後の2018年3月になって県による上ソトンネル建設事業計画は見直しされることになり、同区間の県道の道路区域指定は解除されている。 2019年時点において、県道としての事業計画から、桜川市と石岡市の事業へと改められている。路線名を、桜川市道 M2753 号線及び、石岡市道 B3765 線とする。 全体計画延長 5.58km、トンネル区間 3.54km、石岡市川取付道路 1.01km、桜川市川取付道路 1.08km からなる上曽トンネル整備事業である。桜川市川の工事は着手されており、取付道路の伐採工事、トンネル本体工事などが進められている。東大京商場内館は、 大型のロードサイド店舗や病院、大規模のガソリンスタンド、コンビニエンスストアが多く出店しており、石岡市の新市街地の一端を占めている。つくば連山の上曽峠は、本路線最大の難所で、標高約50メートル310メートルまでの標高差があり、柿岡側が、つづら折りの峠道、真壁側が直線型で急勾配な坂道となる。峠を越えると、 マカベ消防署ほ他、桜川市役所マカベ庁舎など、桜川市の旧マカベ町中心部を通過し、桜川市を抜けると、畜生市に入り、JR 下立駅や畜生市役所及び、国道50号の付近で、茨城県道14号畜生筑波線に接続する。茨城県道7号石岡畜生線に石岡市、荒金桜川市マカベ町故障。ありがとうございます。